金子ルミのルミチャンネル。皆さん楽しんでますか？美味しいものたくさん食べてますか？パーソナリティの金子ルミです。午後のひととき、しばらく私にお付き合いくださいね。私のルーティーンの一つ、髪の毛に関するそのこだわりっていうのをちょっと話させていただきたいなと思うんですね。で、ある方から髪の毛って あんまり傷んでると、悪いものがつく、まあ、別に私宗教を信じてるわけじゃないんですけど、本当につくらしいです。でなので傷むと傷むと、やっぱり毛先を少しずつ切っていきますね。で、これも、12年前自分がね病気をしたことをこう語るのはちょっと今回初めてかもしれないですけど、抗がん剤で髪の毛全部抜けるっていう話で、で実は、抗がん剤っていうのは、てっぺんだけ剥げるのかな、この裾だけ残るらしいんですよ。だから看護師さんが、金子さん、落ち武者って知ってあります落ち武者になるそうです。で、いやもうそれやったら、丸坊主にしてくださいって言って、私12年前丸坊主にして髪の毛刈り上げたんですよ。全部なくなったんですね。だから髪の毛ってやっぱり、髪の毛に神が宿る、髪の毛に神が宿るそれダジャレじゃないですよ監督、そんな変な顔せんどいてくださいいや本当に、なのでそれも私は信じてます。まあ信じるものは救われるってよく言いますけど、本当に髪の毛すごいやっぱりなくなって初めて、大切やなって思いました。まあ、これはまあ私のルーティンではないですけど、月に1回必ず美容室に行って、ヘッドスパね、こうマッサージして、ちょっとフェイスを上げてもらいます。それで、自分のルーティンとしてこれ何十年もやってきました。まあ何か参考になればいいかなと思いますいろいろありがとうございました。
金子ルミのルミチャンネル、今年1年たくさんの方に見ていただきありがとうございました。登録されてる方がどんどん増えまして、今年、今2240人あ、すいません、2420人、すいません、把握してなくて、なぜかすごい皆さん見ていただいて、で、実はまあ講師ともに今年はとっても忙しい1年でした。で、今、ちょっと撮っているところが新しく住んでいるところの氏神様で、コメントをさせていただいてます。宝塚の方からこちらに住みまして、でやっ と、落ち着いて、やっとなんか心も体もちょっと落ち着くようになりました。で、これから来年また新しい金子ルミのルミチャンネル、いろんな情報を発信していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。